皆さん AC6 アーマードコア6はやっておりますか？どうでしょうか？今バルテウスがかなり話題となっておりまして、まあそれこそ第二関門じゃないかっていうことなども言われてますね。で、第一関門に関しましては、まあヘリコプターかな。ヘリコプターが第一関門とチュートリアルにもかかわらず第一関門であるということが言われていて、で、今バルテウスに詰まってる方が比較的多くて、で、トロフィーとか見ててもですね、やっぱりここがかなり肝になっているのかなと思いました。ですので、今日はこのバルテウス、〇〇に気づけば楽に倒せるであったりとか、バルテウス勝てんわ、タンクにしてもあっという間にリペア使い果たして結局勝てねえわみたいな、まあそういったことが言われていたりとか、結構苦戦されていて、まあこのようなことが今ネット上でも騒がれておりますので、今日はですね、まあこのバルテウス対策っていうところを話していきましょうか。いやーけどどうなんでしょうね、バルテウス。皆さん、倒すことに成功しましたか？で、まあざっと話していくと、まずはですね、開幕は AB で接近していきましょうっていうところですね。で、まずは接近戦に持ち込んで、で、その中で、まあ例えばパルスアーマー削っていって、で、まあ、そこっていうのが、ま、パルスガンだったりとか、ブレードだったりとか、本当にその近距離で、ま、ぶっ倒すみたいなところで、まずは接近戦に持ち込むっていうところですね。まあ、逆に、ここ、最初のところですね、遠距離で戦ってしまうと、結構ですね、辛いところがあるので、まあ、ぶっちゃけ近距離の方がね、有効性が高いということがですね、一般的に言われております。で、次にまあ衝撃力の高い攻撃でスタッカーさせるっていうところで、まあダウンさせましょうっていうところですね。まあ少なくともスタッカーさせないと結構厳しい戦いを強いられることになってくるのかなっていうところですね。で、特にその、なんだ、距離を取ってると大量ミサイルなるものが飛んでくるので、まあそこはですね、もう頑張って回避していくというところでしょうか。で、まあアラートが鳴ったらまあ QB で避けるだったりとか、まあそういったところをですね、やっていきましょう。で、あとはですね、HP が 50% 以下になったら離れましょうというところで、こちらですね、広範囲のパラス攻撃が来るので、まあこちらですね、繰り返し戦っていると、まあ慣れてくるというか、パターンが分かってくるかと思いますが、このパルス攻撃はなかなか厄介なので、まあこれは確定で避けなければ結構厳しいのかなっていうところで、で、あとはまあ距離を取って上昇しながら戦って、まあ火炎切り対策をしていくと、まあこれを繰り返していくことによって、まあ基本的には勝つことができるのかなっていうところですね。まあ近距離と遠距離をうまいことを組み合わせて、で、序盤はできるだけまあ近距離で大ダメージを与えて、で、スタッガーも狙って、で、50% まではとにかくご了承していくって感じでしょうか。ただまあ慣れてくると 50% までは結構簡単に削ることができて、で、そこからはね、本当に根性ゲーみたいなところになってきますが、まあ割とご了承でも勝てるのかなっていうところですよね。で、あとはまあおすすめの武器っていうところで、まあパーツも含めてそうなんですが、まあ基本的にはこのような形になっております。まあ右手武器の場合はパルスガンですよね。まあ逆にこれがなければかなり厳しいのかなっていうところです。あと左手武器のおすすめは、レーザーブレードかな。で、あとはまあ左肩とか右肩に関しましては、まあミサイルかな。で、特に8連装ミサイルがかなり強力でして、まあ、うまいことこれでご了承すれば、比較的簡単に勝てましたっていう方も増えてきていて、まあ、このね、8連装ミサイルっていうのが一つポイントになってくるかと思います。まあ、逆にこれがないと、結構厳しいかもしんないですね。で、まあ、他の、まあ、装備につきましては、画面に表示されている通りですね。で、こちらが今のところは最もおすすめじゃないかっていうことが一般的に言われていて、で、多くの方が気づいて、多分ですね、これを装備されて挑まれたんじゃないかなっていうところですね、どうでしょうか。けどやっぱりミサイルをどううまく使っていくかっていうところと、で、まあ序盤に近距離でどれだけダメージを与えることができるかっていうところが重要になってくるんじゃないかなというところでしょうか。はい。まあそんな感じです。まあ、バルテウスはね、かなりその、まあ、癖があるというか、なんというか、まあ、正面からね、特攻すると、まあ、大体回る位置になってしまうから、まあ、しっかりと敵の動きを見極めながら、立ち回っていくっていうところが重要になってくるかなっていうところですね。まあ、他にもね、まあ、このゲーム、なんだかんだで、ボスラッシュとなっておりまして、次々ボスがやってきますが、やっぱりこのバルテウスっていうところで一回詰まる方が多いのかな。で、このバルテウスを倒すことによって、なんだろう。
やっぱりそのゲーム的にも一つのターニングポイントとなっていて、こいつを倒すことによって、例えばその今まで解禁されなかった強力なパーツとかが一気に解禁されるんですよ。なのでこれがかなり大きいんですよね。まあ逆にこの、まあ、バルテウスを倒すことによって一気に強化することができるので、逆にそれ以降の戦いが比較的楽になるということもですね、一般的に言われております。だからまあこのバルテウスをいかに倒すことができるか、まあ総力戦でぶっ倒すことができるかっていうところでしょうか。まあミサイルをうまいこと、使いこなせれば1分程度でバルテウス倒すことを成功しましたっていう方もですね、比較的多いんですが、まあ正直ね、そんななんかご利用しで勝てるような敵でもないんで、まあ慣れればどうにかなっちゃうかもしんないけど、まあ立ち回りでうまいことカバーしつつミサイルぶち込んで、かつ近距離で削っていくって感じでしょうかね。まあそんな感じでしょうか。ただまあ火力で押せばどうにかなるっちゃなるんだけどさ、まあどのゲームもそうか、どのゲームもそうっていうか、どのボスもそうなんだけどさ、けどやっぱりそのなんだろう、まあ装備が、パーツが揃ってない状態で挑むと結構大変なので、まあどうしても勝てない方は、まずはお金をね、稼いで、でそのお金でパーツを買ってある程度強化して挑むっていうのがいいのかもしれませんね。まあ良くも悪くもこのゲームですね、課金ゲーっていう側面もございまして、でお金があれば強いパーツを買うことができて、でそれで強化することができるので、まあ一旦ですねお金を稼いだ方がいいのかなっていうところですね。まあなんだかんだでなんか救済措置っていうところがありますよね。なんかこのゲーム、例えばその他のゲームみたいにイージーとかノーマルとか、あとはベリーイージーとか選ぶことができなくて、なんだろう、なんか常にベリーハード状態みたいな感じなんだけどさ、まあ一方でそのお金で解決できるところがあるからさ、これが結構大きかったりするんですよね。まあ要するにお金さえ出せば結構その強いパーツを手に入れることができるから、まあそれで倒すことができるっていうところもあるので、まあどうしてもその勝つことができなければ、まあ金策のそのミッションとかもあるわけだからさ、まあそれをひたすら周回して金を貯めていいパーツを買って、まあ AP とかも上げて、で、かつその、なんだ、火力も上げて、で、ぶん殴るみたいな。まあ結局なんかその物理でぶん殴るみたいな、まあレベルでね、殴ることができないから、装備でね、ぶん殴るみたいなところがあるので、まあその装備、まあパーツとかもですね、お金でどうにかなっちゃうゲームではあるので、まあある意味その救済措置としてあるのかなっていうところですね。まあそんな感じで今回バルテウスについて語りました。皆さんどうでしょうか。けどバルテウスはね、なんか楽に行けた人と逆にめちゃくちゃ苦戦した人が結構いるみたいで、やっぱりその何でしょうか、結構そのパーツの状態というか装備の状態がね結構関係していて、でかつそのなんで武器構成というところもとても重要になってくるので、まあそう何度かやれば大体その気づくと思うんですが、まあ何も考えずに突っ込んでるとひたすら勝てないみたいな状況になってしまうので、まあ結構ですね、ライトユーザーがここで、まあ多分今後抜けていくことになるんじゃないかなと思いました。はい。まあそんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。